占い結果は、初日はランダムに占われます。占い結果は人狼ではありませんでした。そのままお待ちください。朝が来ました。初日の襲撃はありません。あなたの発言です。はい、霊の鬼滅気持ちでやりますっていう気持ちですね。2人倍目、ただ霊能に行きますよ。偽のところからで2日目に決め打てるようなら偽の占い師から釣ります。はい、決め打てなかったら釣り切りっていう。はい、三 c o は偽の占い師を2人する。はい。ってことですね。はい。というふうに進行を取ります。はい。うん。212番面は騎士から。理由ですか？人狼プレイヤーね、シーンを釣るからです。生産ができないから。うん。だから212番面は騎士。霊能がもう212番面で騎士から行かないやつはもうダメ。あ、もうこんな霊能いたんだってもう外れって思った方がいい。12番面は占いから言ったらもう確実に芯釣ります。ほとんどの確率で、人狼プレイヤーは。はい、以上です。2番さんが発言します。いやー、なんかサッカーのフォーメーションみたいでね、212、22とかわからんな、俺。何の順番なの212とは。すいません、まだまだアマちゃんなんで申し訳ない。まあまあ、まあ、そういう考え方があるんだなと思って、まあ1番さんがのところでね、そういう盤面になると思うから、2周目に、ね、このその盤面になった時にちょっと説明してほしいかな、うん、お願いします。そうだな、まあ結構ね人がいるんですよね、動きを。でね、やっぱね、動き縛ったらね、みんなの良さが出ないと思うんですよね。結構勝ちたい、負けたくないよりね、A 試合がしたい、俺は。だからそういう持ち味を生かしてやってほしい。だからその自分の持ち味を言うのもありだと思う。前の人に触れるのもありだけど、自分の持ち味を言って、それで、あれ、持ち味生かせてねえな、みたいな。そういう人釣るのもありだし、うん、前の人に触れるのもええし、自分の持ち味言うのもいいと思う。教えてね。以上。3番さんが発言します。あれ、なんか2番さんが1番さんに言ったのは冗談だったのか本気だったのか、3番ちょっと分かってないんですよね。あのサッカーみたいななんかフォーメーションの下りなんですけど、分かっててとぼけてるようにちょっと感じてるんですけど、どうなんでしょうか。はい、なんか分かっててとぼけてるように感じてるんで、まあ、2番さんが分かっててとぼけてるんだったらなんか人外っぽいなと思ってるんですけど、本当に22番面とか212番面が何を指してるのか分かってなかったのかな。まあ分かりません。なんか分かってるけど分かってとぼけてるように感じてるんで、2番が怪しく見えてます。以上。4番さんが発言します。はい、しようないです。まあ1番さんはどっちかというと通例的なセオリーよりも独自のセオリー視点を持ってる上でそれを発表してくれたと思ってます。で、まあ、場所も場所なんで、もしかしたら2周目のこの村の進行っていうのを決めることができる立場かもしれないんで、いいんじゃないですかね。で、2番さんは多分矢継ぎ早にいろんな、盤面を語られたんで、ちょっとついていけなかった
のかもしれません。それをサッカーのフォーメーションのようだっていう例えで表現したと思うんですよね。まあ、確かに1番さんいろんな場面を杉部屋に話してくれたんで、2番さんのような気持ちもわかるんです。仮にそれがわかりボケ、わかっててボケたとしたら、なんで人外になるのか3番さんにはもうちょっと説明をお願いしたかったですね。5番さんが発言します。そもそも一番の述べた進行論ってもうすごい論外なこと、論外とか言っちゃちょっと言葉悪いかもしれないけど、宇宙のことを言ってるんですよね。だって人間一番面で霊能を決め打ちたいから偽らしい占いから投票しますって言ってるんやけど、そもそも人間一番盤面で霊能を決め打つぐらいやったら占い決め打てって思うから、霊能と占い師だったら占いの方が能力として強いよね。釣る前から人の色が分かる占い師と、釣った人の色しか分かんない霊能者やったら、どっちの方が決め打つに値するかって言ったら、占いの方が 100% 決め打つに当たって強いから、なんかそっちに、なんか、なんてリソース吐くんやったら、占い側にリソース吐けって思ったのが一番やから、めっちゃおかしいこと言ってるんですよ。これ一番村やったら、本気でその思考変えた方がいいと思ってますよ。はい。ってぐらいおかしいんで、それにまともな指摘できない2、3、4って。何ですかと思って聞いてましたね。あ、ちょっとメンヘラか。メンヘラ。6番さんが発言します。まあ一番釣りでいいと思ってます。まあ一番さんが、まあそれを村で言うてるのか、どうかは別として、もうその提供した時点で、ちょっと一番さん、置けないですね。まあ、例えば一番これを村で言うてるんやったら、まあ、直した方がいいと思うんですけど、人外で言うてるんやったら、まあ、人外で言ってると仮定した場合ってすごく人外に対して、まあ、こう盤面形成をしやすくしてる人物だと思ってるんで、まあ、一番さん釣りっていうふうに言うときます。まあ、盤面形成をどういうふうに一番が人外やった時に立ててるかって言ったら、一番が、まあ、212盤面、まあ、騎士が裏カリウトと裏にが2人ずつ出た場合でカリウトが行きますっていうのが、一番人狼で相方の占い師が出た時に強人あの騎士の強人に出ろよっていうふうに聞こえるし、そういうふうに僕は解釈してしまうんで、まあ、一番さんはちょっと残しておけないですけど。7番さんが発言します。はい、村人陣営です。1番さんの話に今なってると思うけど、それ考え方の違いじゃない、進行論の違いってよくあることやん。誰々の発言に5、6釣りますよ。黒かったとか白かったで、今の進行が偽になるってやつはもう論外だから、ありえると思うけど、論外な5、6を制裁します。村市長しても認めないです。医師でも貫通します。対抗出たら。登録はいりません。それぐらいのレベルです。役で言ってるのならもう反省しろってレベル。あるんでね。さすがに近くしたら釣りませんけど。もうそこで5、6が激しく一番さん叩いてるのを怪しく感じました。以上です。まあまあ2周目。盤面揃った時にどういうコートをするかでまた見えてくると思うけど、ちょっと早計かなと思う。5番、6番は。以上です。8番さんが発言します。いや普通に1番さんはおかしかったですけどね。まあ1番さんのおかしい点って、まあ基本的には決め打ちの、思考を持っている、ただ、22になった時、まあ占いから釣るとか、まあそういう話なんですけど、なんか霊能決め打ちの論が全然分かんなくて、占いを釣る時に、その盤面になったら確実に占い信号を釣ってしまうことが多い、じゃあ、霊能決め打ち盤面の時、どうして霊能は、信号を釣らないんですか。もうその論が全然わかんない。その霊能にそれを割くんだったら、もう聞いてねえよな、まずこいつらよ。まずゴールカーチ釣り、もうムカつくから釣り。ゴールカーチにサンナーを使うからもう無理、こいつら論外。1番さんが、話もちゃんと聞けてねえから、してるんじゃないか。で3番さんが2番さんは怪しいって言ってるのが全然わからないっていうのだから、1番さん、役懸念をしてるんですよ。6番さんっていうのがその懸念をするに1番さんを釣りをして3番さんを使い話してる。9番さんが発言します。
まあまあ、一番下はサッカーのフォーメーションの話してるだけなんで、まあ別にいいんじゃないですか。別にな、2周目で。2周目普通にね、2周目サッカーのフォーメーションの話してるだけなんで。え、なんなんですか、その、進行がセオリーと反してたら、イコール人外で釣り対象なんですか。ということで、じゃあ8番さんって6番が1番に役懸念してないことは引っかかった。なんか7番に最初突っかかってたのに、急になんか1番の役懸念はしてますとか言い出して、何が言いたいのこの人って思っちゃったんですけど、どういうことですか。一番さんに役懸念してないところ6番引っかかって、でも最初の方なんか7番に対して、一番釣りでいいと思いますって。話を聞かないなら5、6、8を釣ります。進行論が違ったら、じゃあイコール人外なんですか。意味わかんないですよ。セオリーと話してたらイコール人外なんですか。セオリーと話してる進行論がおかしい、イコール人外だ、釣りだって言ってるやつ、僕全員釣りますね。以上です。あなたの発言です。はい、5、6、8釣りね。話を聞いてないから、異論は述べない。釣り、5、6、8ね。何 ?2、12番目は岸からっつったよな。誰が例のっつったよ、まず。22番目は霊能からっつったよな。56は3。騎士だとしても霊能だと貫通するこいつらを。最高ならそっちから行く。56は8。話を聞けてないんだからまず謝罪しろ、まず。22番目って知ってるか？霊能2枚いたら、偽霊能から行って、2日目に、釣り切るならその、もう一人の霊能を釣り切って、2日目に、その、今いる霊能が死んだと思ったら、偽の占い師から釣る。5、6、8に3段はかける。ただ3番、9番、5、6、8の中の2段して。いいよ。5、6、8を釣ります。話を聞けてないから釣ります。進行、話を聞けてなかったらまず述べるな、まず。2、2番目っていうのは霊能だぞ。偽占い、偽霊能を釣って2日目に決め打つなら残す。そしたら偽占いするよね。当たり前だろ。釣り切るならその余ってる霊能釣るよね。うん。で、22番目は騎士からだ。絶対に。話を聞け。まず5、6、8に2段は、もう、ここに2段は必ず使います。はい。まあ、ただ3番、9番一応やってください。5、6、8に2段使ってください。話聞いてないから。聞かなかったらもう論ずるな。わからなかったらわからないと言え。知ったかぶりで話をするな。568は話を聞けてない。だから3。ここは、はい。2番さんが発言します。なんか俺が一番さんのこと一番理解できてなかったんかなと思ったら、一番理解できとったような気がする。うん。結構ね、なんだろう。フォーメーションの違いでこっから行くこっから行くって言ってとこうじゃったから、その場面になって教えてっていう、その場面になった時にもう一回その位置で場面固定するから教えてって言っただけだから、別にその3番さんにとぼけてるふりみたいな全然とぼけてないよ本当に。212ってなんか霊能から言ってるのか占いから言ってるのかよく分かんなかったし、うん、まあでもまあすっきりしました。なんかすごいなんかみんなの話を聞いてても、なんか違うこと言ってんじゃないか。例の決め打ちの話も別だし、狩りから行く話も、だってフォーメーションによって違うからって言って、まあ、話聞けてない人から釣るっていうことなんで、これ、平和村になったんで、今9番さんの位置でね、一番おかしなこと言ってる人から釣ればいいと思う。1番さんセンスでに任せて、はい。結構ね、この盤面弱いんだよね。3番さんに白が刺さってる状態で、うん、結構ね俺が考察を落とすより1番さんが聞いてくれてるから2周目の話でも釣り位置も固定されてるからこの3人のどれかって468なんかいらんこと狭いかなと思って、なんか無理にねなんか人間要素を落としてなんか占われようとしてもおかしな話だし、うん、まあね1番さんのセンスを信じてやっぱシンクロフォンって大事だね。一番さんのね、トップバッターってさ、結構不利なポジションだから、シンクロも合わせたいと思って。うん。やっぱ聞いてよかったわ。うん。はい。頑張ります。3番
さんが発言します。そうですね、まあ自分は6は絶対に今日釣りますね。はい、もし6が今日釣れなかったら明日は6釣ってほしいですね。一番ちょっと許容できないですね、発言が。1番さんが挙げる5、6、8の中だったら、まあ、5番さんだけはちょっと猶予あげてもいいんじゃないかなと思います。220番目の多分一番私喋ってたと思うんですけど、5番さんの中で221番目をかだと思って聞いてて、あの発言だったらまあ理解できるのと、まあ6を釣りましょう今日は。6はもう処理より位置使って247のどこにあと占い使うかと、56味はあと村を勝ち取ればいい。話を聞きなさい。聞かないんだったらもう56味が村3枚なら負けでいいと思う、このゲーム。本当にやばい。だいたいさ、22番面で霊能、偽霊能から行って、釣り切るなら釣り切って、決め打てるなら2日目の話で。偽の占い師から行くって当たり前だろうっていう。それで何、初日から占い行くって聞こえてること自体がまず恐ろしいと思ってる。聞いてないよ、もう。偽の霊能から行ってって言ってんだろ。ちゃんと条件つけてるよね。決め打てるなら、偽の占い師からって俺言ったはずだぜ。絶対どう聞けばその初日から占い師に行くみたいな感じになってんの。初日から占い師に行くはどちらにしても言ってないよ。22でも212でも。できれば最白位置、一番村っぽいと思ってるとこ上げてほしいですね。そこ以外はあとは全員釣り切りなんで、グレー視点の話って。6でいいよ。村っぽいとこはどこかを言ってってほしいですね。話が聞けてないんだからもう陣外でいいよ。ここが3枚陣外ならもう負けて、スムラだったらもういい。6でいい、まずは6番いこう。はい、まず村っぽいところから行くと、まあ5番さんですかね。一番さんの進行論を批判した上で、まあ、一番さんを強引に釣り位置に持っていかなかったことでしょうか。あと2番目に、5番さんの。しょうがないじゃん。俺、結局ね、進行論否定を。どちらにしろ初日から占い師とは絶対に言ってないから。あたりが、この。三師匠は占い師だけど。この流れに乗って一番さんを3つの進行について言ってるんだよね。強く感じたから212か22かで俺は占いとは絶対言ってないから、もうこれは聞き間違いな、聞いてないんだよ。56番さん分からないなら分からないって言えばいいだろう。ただ今回の議論っていうのは進行論、人狼殺の進行論だけの好き嫌いで話が推移して聞いてないからつるって言ってるの。もう56番さん明確に占い師から初日釣りはない言ってない。22か212かにしろ。関係ないです。212は騎士からって、22は霊能、偽霊能から。2日目に占い釣りは発生するよって言ってるだけだよ。何がそれが間違ってんの、もう。2番さんですね。今言ったような形なんで、2週目の発言ってすごく大事だと思うんですよ。その上で9番さんの乱指定っていうのもあると思うんですけど、2番さんが自分が乱指定に乗ってなかったんで、やっぱ1番さんの話僕よく聞いてたよ、僕いい子だよみたいな、聞いていたかどうかに関しては2番に関してはわけわかんないことを言っている。ゴロカチは確実に聞けてないのに知ったかぶりで物を語ってる。だから568を制裁を入れる。一角したんで、ここは感情は入れない。568が悪い。整理すると1番さんがおそらく霊能2枚出たら初日に霊能に縄を使った上で次の日に霊能をロラじゃなくて、まあ決め打つんであれば占いに手をかけるんだ、じゃあその時の占い師に関しては偽らしい方に投票するんだと、俺は初日に霊能に手をかけず占いから行くっていう22番目においてはそういうふうに俺は捉えたから、いやその思考って間違ってるよっていうのを一番に問いただした上で、村だったらその思考は改めるべきだ。で、一番がそれを言ってるのが、出てないからもう568が悪い。ここに関しては568が悪い。今日できないのがおかしいな。4か7にしか使えないし、1はもう釣られ、2は釣られたらもう。釣り押しではないよね、そもそも。釣り押しじゃなくて、話聞けてなかったら聞けてないって言ったらって話。で、その5番と6番を一緒くたにした7番がもうめちゃくちゃ俺が釣りたいの。
別に3番が6番釣りたいって、6番が一番釣りをしてるのは俺もおかしいと思って聞いてたから、6番釣りはあくまで今日は飲む上で、6釣りはしよう。だってもうわけわかんねえから、釣るなんて言ってる時点でもうおかしいからもう。一番はね、そういう。これ村でも反省してもらうために。まあ多分俺がちゃんと聞けてなかったよね、一番のそのサッカーの話を。それは申し訳ない。サッカーの話じゃなくて、常識、人狼プレイヤーの常識論でしょ、うん、そういうふうに言ってるんだったら俺が捏造しちゃった。俺の落ち度として認めるから。だってさ、聞けてなかったら聞けてないでいいし、そんなこと言うわけねえじゃん、常識論で。そのコスチューム。二日目に霊能から行くっていう、なんであれで聞き間違うんだろうな。沈まれみたいな。お前ら沈まれみたいな。だって怒るに決まってんだろ、常識を分かってないんだから。占い師に行く信仰を言うはずがないんだから、つまり何を言ってるかって二日目に行くんでしょ、決め打つんだったら霊能。このまま6の発言が、おかしいんだって釣られるのはちょっと尺なんで、言いますけど、別に僕市民なんで、自分 の命をベットして指摘するのと全然ありやと思ってます。それが議論発展。間違っていることを言ってるのに反省しないなら、六釣り。具体的に飲めへんし、それって絶対ありえへんから。間違ってんでしょ、じゃあ、ありえないことを言ってるなら、まね、そこ修正するべきでしょ、違うこと言ってるって。できないって言ってるんですよ。六釣りする。村かどうか知らないですけど、村やったらそれやめた方がいいと思ってるし、人外で言ってるって仮定した場合って、盤面を形成しやすい。いきなり釣るやついるか。一番の狼が、狩人に狂人出ろよって言って指示してるのも聞こえるし。じゃあ6番釣りましょう。必ず6はもう人外と見なしましょう。その精査方式だったら反省してもらわなきゃいけないから。やめとけって言ってます。驚きのレベルだよ。別に、まあ、僕間違ってもないと思ってるので。反省してないんでしょ、これ間違ってるって言われたら多分僕同じこと言うと思うんで、やらん方がいい、本当に。釣ります。6釣り入れます。聞き間違ってるんだから、間違いは認めなきゃいけない。568は落ち度作ってる、完全に。なった時に、狼が、それだったら狂人で、狂人は、じゃあ狩人で出ようかって。22番目で占いから行かないでしょ、やめた方がいいよって言ってんだ、言ってんで。普通に考えて、偽霊論スタート決め打つんだったら占い師で、二日目占いでしょ、普通に考えて。それが、ジノプレイヤーで分からないんだったら、反省しろ、まずコロカジは。ここ釣りに使う、ニナは。間違えてったら、まあ、一番なら、二番が怪しい位置だよな。ものすごい怪しい位置や、二番が。一番せいでいいんですかね。七番さんが発言します。はい。俺一周目も言ったんやけど、もう進行論の違いをもうずっと言わんでもういいんやないかなって。6番さんの前でさ、245出てきたからさ、そこのグレー精査。6釣りは入れるよ、なんかの人外と見なすしかない、もうしょうがない。ちょっと怪しかったなっていうのをちょっと言ってほしいかな。同人かもしれない。もういいです。聞き間違ってるでしょ、で、認めてないからもう釣りましょう。まあまあ、なんやけど、ちょっと俺占ってほしいかな。うん。で、それを踏まえた上で、ちょっと5番さんどう思ってるか、言ってほしいかな、明日。うん。で、5番さんね、もう一緒くたにしたっていうか、なんていうの、6番さんは強く言っとった。で、確かにね、確かに2周目の時に、まあまあ許容できる範囲やったかなと思う、5番さん。釣りとは言ってない。うん。ただ、その自分が間違っちゃったかなっていうのを認めるんなら、それを認めた上で、俺、釣りっていうのが、それはまた違うんじゃないかなと、じゃあ間違ったやんって、素直にちょっと、ね、ちょっと感じてほしいかな。自分が間違っててね、5番、6番が。ないじゃん、わけわかんないんだから、5、6、8って。怪しいって言ってるから。6でいいよ、反省してないから釣り。おかしいかなって、5番に。常識論を考えてないんだから、もう釣り。一番白いのは4番、村でも言っちゃい。で、一番怪し、実際6釣るんやけど、8番も俺怪しく感じとって、1番が、5、6、8にもうニナは使うことを確定したから、このゲームは。占わないっていう。何が占ってさ、人に変わるこれ。2番とか怪しいけど、4番とか占いたいんだけど、本当はね。叩いてくるところが怪しいと思った。以上。8番。さんが発言します。何が怪しいんですか。僕は5番さんと同一のこと言ってると思うんですけど、5、6怪しいって言ってたから、いや5番さんは違うんじゃないかなっ
ていう話をしてますけど、6番さんは明確に釣りをしてるから、6番さんの位置釣りの視点がおかしい。で、4番さん、と同様で、1番さんが、この村を勝つためには7村内の方は、もう強人だとしても7村内行くしかないか。4番さんって役系。本当は4とかに行きたいのね。4番さんと思考が一致していて、3番村の視点を変えますか。7が白だったらもうグーの音も出ないでしょ、5番と8番が。うん、じゃあ明日釣られるよ。が白っていう。なら普通に白で置くよね。2番4番に視点向けないんでしょ。あなたが5、6に差異をつけてる。3番と脅威にするよ、明日は。8番と7番の思考は一致して4番あたり占いたいんだけどね、本当は。って思いますけどね。まあ、グレーの状況だったら僕は、対抗が、例の占いともに出ていないので、2強、6、7ロー、これで終わると思って。もう、なんかあんまり、2番さんの、まあ、この状況が弱いっていう中で、1番さんのセンスで、まあ、ゆっくりやればいいんじゃないみたいな思考はありえないと思ってる。狩人が出ていて、1番さんが無駄なんだよな、7占い使うのは。ただ、この村って相当やばいから、5、8の判じゃ反省してもらうから。普通に7番を白で置いて、7番を白で置かなきゃいけないところで、2番、4番に占い飛ばせないんだからな、この5、8のせいで。7ローは隠れている5番っていう感じだと。今日は6番、3ずり1本で全然いいと思ってます。6番に関してはね、反省してないから。だって常識外れのことを言ってんだから。さんが発言します。聞けてないなら聞けてない。お前ら、ヒロちゃんに対してひでえんだよ。もうこんな、どちゃくそいい進行論だったじゃねえか。もうサッカー、俺もサッカー好きだからさ。マジで本当にそう思ったよ。マジで俺もサッカー好きだから。いいな、フォワードが強い。サッカーっていうか、人狼の進行論だから。なるほどな、話聞いてて。そしたらなんだ？進行論が違うから。24とか21とかさ、22とかちょっとわけわかんないこと言わないでくれる。なんかそれでヒロちゃんが人外とかさ、意味わかんない。いいから9番さん、早くやって。ね、サッカーの話したら人外なの。どういうこと？本当に意味わかんないんだけど。ね、サッカーの話したら、じゃあヒロちゃんが人外になるの？で、釣りになるの？七占いをして、七占いがマジでもったいねえんだよな。でもこの村は何、七占いしても勝てる可能性があるでしょ？本当に。何言ってんだってマジで。でそんなんで人外かどうか分かるんだったら、もう、それ人狼ゲームじゃねえよ、誰が教えてるか。ちゃんとやってください、もう。いいから、サッカーじゃないから、人狼のあれだから、話聞けてねえから、5、6、8。そんなこと言ったやつ全員釣りてえよ、俺は。常識外れだから。ねえから俺は2番もおかしいのに、それ輪をかけて5、6、8が、もう村だったら反省しろレベルだよ。でもなんかちょっとヒロちゃんうるさそうなんで、これ、狼にかわしてあげてもいいかなって。聞けてない場合は、七占いを多分飛ばさないといけないと思うよ、これ、この村は。これ、コツがあって、ヒロちゃんが役持ってそうな時は、あんま殴らない方がいいんですよね、基本的に。殴らないじゃなくて、ゴールかじゃない、聞けてないから、スリーをもう。ちゃんと聞いてるよ、5、6、8って話聞けてねえんだわ。何を言ってんのか分かんねえんだわ、まず。全然おかしいこと言ってないですよって言います。はい、そういう感じで。役を持ってて、あれじゃなくてさ、聞けてないんだわ、もう完全に。話を聞けてないから釣りっつってんの。だってさ、568ってさ、聞かないか、一般的にどういう盤面かどうか。で、おかしいと思ってたらさ、普通そんなこと言わないと思うだろう。投票を終了しました。212で占いから行かない、その理由は、占い行くことが問題だからっていうふうに思ってるわけでしょ。6番さんが発言します。まあ9番さんはわざと言うてるんやと思ってるんで、まあいいんですけど、まあ、僕のやってることって基本的に何て言う、あんまアプローチだと思ってるんで、一種の、まあ、それが乗るか反るかなんで、まあ、それを6番の発言聞いていいなって思う人もいれば、まあこれ絶対全然ダメっていう人も、そもそも話聞けてないんだからさ、まあ言ってしまえば僕ってさっきも言ったんですけど、6番も何、役持ってて話聞かねえやつがいてさ、そいつを村だと思うか聞きたいんだけど、8番が常識外れの聞き間違いしてる3人がいてさ、自分を不当なぐらいの釣り押ししてる3人がいて、それを村に見えるか。反省しろ、まず。
話聞けてなかったらいいんだよ、わかんないやばわかんないで。5番の村目もあんまりないかなと思ってるので、8、5、追い切ってもらってもいいですよ。2番という存在を抱えている状態で7占いは、もう強人だとしても、ここは 7を疑ってるやばい村だから、視点更新を図ってるしか勝ち筋がないと思うけどね。黒を見つけられる占いじゃないから、これはもう。高地道を作ってしまってんだから、村が。え、7占い、7白で。もう多分勝ち筋がない。占い結果は人狼でした。おーすげえな。じゃあ8番って冤罪の冤罪が晴れるんだ。7番黒だった。また続くわ。昨夜襲撃された人はいませんでした。9番さんが発言します。まあ、6白でしょうね。だと思いました。さすがにあれは白だなって思ってる。まあなんかもう役がメンヘラになってるんで。わかりました。一番さんどこ占ったんですかね。7黒。意外だね。7黒か。7黒か。意外だね。7黒か。7番ファセットだったっけ。ゴルフ一緒くたにして7番さん5番さん考え直してくださいよ。さすがに7号に見えんよな。さすがに7号に見えない。7番さん4番のこと村っつってて、あー2番8投票か。2番の影が薄いんだよな。影が薄い、影が薄い。まあ、ひろちゃん7番さんが実施しました。夜になりました。占う対象のアバターをタップして選択してください。あのさ、もう本当にゴールガージがあれで742強だったら、ゴールガージって本当にちゃんと話言いたいことを言えばいいじゃなくて、考えたらいいじゃない。22番目で占いから行くって、212番目で占いからは行かないって言ってる人がなんで22番目で占いから行くんだよ。占いを行くと外す可能性があるからと22番目で言ってる人が22番目で占いから行くわけねえだろうって思うは思うだろう。占い結果はほら4番だよ。4747だから568がやべえ村だから、俺の568がやばいこと言ってる白だから4番7番6番はこれで視点更新図れれば村が。昨夜襲撃された人はいませんでした。はい、遊んでやるよひろちゃん。2番さんが発言します。自爆できねえから。はい、こんなことあるんだこんなことあるの。結果黒出てないんだ。黒出てたらもう終わりだから。どこらになったんだろうな。いや何してんのこれまあ有利になったから全然いいんだけど、どこ白なの。まあ、炙り出したいのかな。まあ、俺、8番さん黒かなと思ってるよ、だって。いや、もう自爆できねえから、カスカクだから、もてあそんでやるよ。9番もスーパーファインプレーしやがって、もう照れちゃうね。これ、4届かなかったかもしんない。8番さんに対しては。まあ、俺は7番さんが強靭かなと思ってた。5番さんに、5番さんってめちゃくちゃ白かったんよ。初日の名分けね、全くなかったし、まあ4番さんは白いかって言ったら、まっとう位置なだけね。まっとうな位置。で、5番さんはフィーリングで白かったよ。もう名分けねえねえもん。沈まれとか言ってる人だから。だから5番さんがめちゃくちゃ村に見えたときに、7番さんの5番さんに対するタッチが、なんかすごい、なんだ、人外視がした。うん。自分が、誤りを認めるんだったら俺のも許容してよって、そこは話別の話だったから、なんだろうその、うん、なんかね違和感というか、何が伝えたかったんだろうみたいな感じ。
で8番さんは568って指定されて、もう1個縄が欲しいから7も含めたんじゃないっていう、67で結果そう見えたんだけど、結果それがライン切りだったんじゃないのっていう、まあまあこじつけだけど、今のはね、俺はこじつけだけど、でも8はさすがに怪しいと思う。なんで8黒の予想です。どうですか1番さん。3番さんが発言します。いやー大変申し訳ないんですけど、自分は7番さんが最白だと思ってたんで、何にも当たってなさそうなんですよね。なんかこれ以上恥の上塗りするの嫌なんですけど。そうか、6番市民なんてことあるんかな。なんか考察聞くと、自分はちょっともう6番の考察はもう人外にしか見えないんで、縄も、まあ縄増えたからそんなに思い詰めることなく1番さんを信じていけばいいんかな。よくわからんけど、わかんない。あの自分の好き勝手にやるんだったらちょっと54は釣れないんで、54は釣れない、4番さんの考察に自分はあんまり違和感を拾えていないのと、なんか5番さんの2周目の1番さんに対する返答があんまり57に見えてないんで、まあ、87のライン切りか27かっていうのが自分の中の7黒の時のスケールになっちゃってるんで、あんまりもてあそんでやるよ。絶対自爆できねえから。だから俺の発言ターンで出してあげるから。ゆっくりゆっくり、自爆まで。お話ししたいから。この一周ぐるっと聞いた中で、最白だと思ってたのが7番ですし、自分は今も6番白を見ても、6番の考察がちょっとムラに見えていなくて、でもなんかパッションだけを拾うんだったら、まあ。みんな仮に俺がいなかったらどう4番にたどり着くんだろうね。話聞いてみたいわ。サムさんも7黒なんだよ。視点変えなきゃいけないのよ。568が白で、742に2六個性かもしんねえから。それで4番に使うんだよ、もちろん。はい。まあ、2グッジョブ、岸さんが起こしてくれたと信じてます。はい。なので、これも2グッ、この番組勝ち確なんで、あまり喋る必要もなくて、まあ、1番さんも白を見てるんなら、我々グレーの考察は、考察がなしなくてもよくなるのか。それが気に入らないので、白先、黒先だったら素直に言えばいいですからね。と思ってます。それでいいんですかね。はい、すいません。特にないです。はいはい、ありがとうございます。ということは、そういうことを言っていただくと、ああ、四黒が出てるんですね。四黒、五白、二白、八白。これはちょっとどういう意味かわかんないんですけど、何の履歴ですかね。5番さんが発言します。うん、まあだから4黒だから他全部白だよっていうことじゃない。2番さんに言っておくけど、まあ、沈まれって言ったのは俺じゃないから、ジャイアントヒロちゃん。沈まれって言って地面揺らしたのはジャイアントヒロちゃんだから。それを疲れるけど話聞いたら、でもおかげで7黒のおかげで助かったわ。7黒で4番たどり着けたし、9番のスーパーグッチョブが効いたゲームで。どういう紙を行ったの ?9 番がアーマーとかってこと ?8 騎士、9でアーマーかけて、8が9に護衛を寄せて、9でグッチョブが出た後に次の日、1に護衛をしたってこと紙なししたんだ。噛めなかったんかね。え、いや、いいよ、もう。終わりで。7オオカミ。4狼でしょ。まだする？じゃあ、考察頑張りますね。そうだな。7番の発言でさ、なんか、
4番が最白って言ってたけど、だから視点更新って変えなきゃいけないの。5、6、味許せないと思っても7黒なんだよ。俺も白だと思ったの、3番と。5番5ってことはさ、かつ自分に白もらったってことはさ、2番ってローっぽくないじゃん。強靭っぽいじゃん、ザ強靭っぽくて。だから4番、7番の可能性が浮上してるのよ。点って変えなきゃいけないのよ、常に。7番が4番が一番よかったね、5とか8とか残して。そもそも6が黒すぎてよかったね。怪しむんだったらその評価対象として4番ってなんか時点で伸びてくるラインとしては狼を追わないといけない位置になるから、まあ7、4って大いにありえるんじゃないですか。まあ4黒っすよ、もう4黒。8番さんが発言します。まあいいんじゃないですか。まあ4番さんの2で、まあ、2番さんの多分強靭当たってると思うから2番さんに言うと、この盤面強靭王のめっちゃ大事ですよ。だってあの1番さんが霊能白しか持ってなくて2日目に1番さんが死ぬんだから、人外であろう位置っていうのを、まあ、とりあえず探さなきゃいけなくて、2番さんのあの行動って占われに行ってる、発言だから2番さん占いはやめてくださいっていう意味で、強靭を一応明確に言うっていうのは大事なことだと思いますよ。黒を見つけなきゃいけないんだからね。はい、まあ4番さん次いきます。9番さんが発言します。噛めなかったやつ、なんか多分タップできなかったんじゃないですか。よくわかんないですけど、あなたの発言です。はい、7は5、8が疑ってるから、これ7白だったら5、8どうなる、どう変わるんだろうと思って、2番ってまああって強靭っぽいから、まあ、7番の色で白だったら5、8ってどう驚くんだろうと思って、だったら黒だったから、自分の5、6、8の欄が間違ってたってことだから、4占ったら黒だったっていう話です。はい、以上です。はい。投票してください。アバターをタップして選択できます。わかんない。話させたいんじゃない？もう。噛めなかったから。投票を終了しました。4番に聞いて、それは。追放されるのは4番、噛みなしが、噛めなかったんだよ、これ。捨て声だから。試合終了、を見れば勝利しました。襲撃は発生しないだから。4番さんなんか絶対強靭で。